が元気ですか。俺が言うまで同じですよ。皆さん、ちょっと思考を変えて DJ はチャンピオンしちゃう。レッツゴー。 DJ プロ、今の曲はバーニングスピアっていうね、アーティストのマーカス・ガーレって曲なんですけど、皆さん、俺たちはヒップホップという音楽を今やってますが、これまでずっと奴隷の歴史から続いてきた、そのブルースに始まり、ソウル、ファンク、ヒップホップ、R&B、もちろんレゲエ、そしてダンスミュージック、このリズムにね、人類、普遍、心臓がある以上、感じるリズムを乗っ取って、いろんな言葉を乗せて、ワールドワイドにヒップホップやってるわけですけど、黒人の人たちの歴史を理解し、感情を理解し、苦しみを理解し、彼らの成功をたたえ、同時にこのアジアの一員として、ね、黒人の Black is beautiful って言葉があるけど、俺たちは髪の毛と目、黒い髪、黒い目も美しいと思って一緒にセッションして新しいものを作ろうと毎日心がけています。だから俺らは一歩日本外出たらやっぱりアジアと見られるわけで、皆さん、もちろんアジア人じゃない人がここにはいるけれども、一歩外に出たら国籍というよりかは自分たちの遺伝子のルーツを表現して歩いてるんですね。何千万年、何億年っていう。だから俺らが Black is beautiful to me って言ったら Black is beautiful to me と返してください。はい、レッツゴー。